JODD1AMFM JODD1AMFM こちらは札幌ラジオ放送ラジオノスタルジアです。出力 10W 周波数 78.6MHz で札幌中島公園アムスタワーからお送りしております。嫌なら聞くなラジオ学問上です。この後私安納板場とお付き合いください。この番組は有限会社東洋写真ラジノスクラブ札幌学派の提供でお送りします。さてね、それでは今週最初の嫌なら聞くな、嫌なら見るなラジオ学問所になります。先週はね、ウクライナ戦争の話で大変、持ちきりでしたが疲れましたね。寝てばかりいましたね。今日もずっと寝てましたね。昨日もそうだったんですがね、まあやはり久しぶりにね、2人体制で番組創出したんですが、昨日と一昨日とね、まあ相手は畑中くんなんだけど、疲れるわ本当に。まあ以前もね、もう7、8年ぐらいになるかな、2人体制でよく番組やってたんですが、その頃はね、そんなに疲れたっていう印象はなかったんだけども、やはり2人で番組やるとね、こう相方に話をある程度合わせたり、相方をねちょっといじったり、まあ相方をちょっと、まあ、小バカにしたりとかね、相方の頭皮をネタにしたりとか、まあ、そういうことがあるもんですからね。まあ確かにやはり疲れますね。相当頭脳労働ですね。二人で相方を置いて喋るっていうのはね、その場その場で即興で喋ってきますから。私の場合ね、台本でもあればそんなにね頭使わないんでしょうけど、ちょっと疲れますね。まあちょっと、執筆の方に触りが出る可能性もありますんでね、まあどうするか、日曜日一応レギュラーにしようかなと思ってはいるんですけどね、まあちょっと2日連続で疲れてしまいましてね、
まあもうしばらくちょっとあれかな、あの棚上げ状態にして様子見た方がいいのかなと思ったりね。まあそれはまた、今週のね日曜日までに、決めたいと思います。まあ畑中君の方はね、必要あればすぐ呼んでくださいと、すぐ来ますからと言ってくれてますんでね、まあいやこんなにね2人で喋るのは疲れることだとはちょっとまあ心臓手術の直後だっていうこともあるのかもしれませんが、やはりね頭脳労働がひどくかさみますね。2人体制になりますと。ちょっとね生半可な頭脳労働ではないですね、2人で即興で喋るっていうのは。どうもこんばんは博士、皆様は早速畑中君来ましたね、定凡人です、よろしくお願いします。うん、それで今日もね畑中君ね、俺ずっと寝てたのさ、疲れちゃって、いやあの BBC とね CNN ばっかり見てることかもしれないんだよね。まあでもちょっと様子見るね、また電話するからね、日曜日やるということになればね、まあだんだん慣れていくこともあると思うしね。まあ昨日はねどうもねいろいろと洗い物までしてもらってね、本当に助かりますわ。日曜日はねヘルパーさん来ないからねちょうどいいんですよ貴殿が来ると。あそっか、番組時間短くすればいいのか。そしたらね大体に2人で喋ると2時間ぐらい喋っちゃうもんね、もうね、うん、1時間ぐらいにすればいいのかな。そしたらそんなに疲れないかもしれない。また日曜日までには電話しますからね。それともう一つ連絡ありましてね、あの、今書いてる単行本ですね、小説ね、単行本なんですがね、プリントアウトしたんですよ。これがね、なんか揃えてない。どうもね、プリンターの調子悪くなっちゃって、これごちゃごちゃになっちゃって。これですよね。まだある。まあ片面印刷だから分厚くなるんですが、まあそれにしてもやはりこんなんですからね、相当な量ですよね、これがね。これにさらにちょっと一部、シンガポール陥落の第2部、これは6月号ですが、これでシンガポール陥落が終了しまして、それで単行本化に入るんですが、その前に単行本化に入ります。6月号の連載はもうさっさと書いちゃってですね、それは単行本として出しますが、ただね連載は続きますから、単行本はねこれはね一話完結にしたいと思っております。というわけでね一話完結にします。でないとね単行本の場合やはり読み終わった時にね、あこれでストーリーが終わったんだなっていう感じにしないと、まあだから必ずしも連載小説を単行本にしたからといって、そのまま、次に続くとかねそういうふうにはしないと、もうとにかく完結形にすると違うと、単行本と連載小説はね、どっちも読みたいっていう人はどっちも買えばいいし、単行本だけでいいっていう人はね単行本でいいでしょうし、これはマリコとタイトル今のところね、マリコと主人公のお化けのマリコとタカシですが、幽霊ですがね、マリコとタカシのアジアの明星というタイトルにしました。あんまりねアジア解放論とかって固くするとねやっぱり小説風ではなくなりますから。
たった一個の眼球なのに、こんなにも多くの血のりを含んでいたのであろうか。滴り落ちる血のりが砂を赤く染めている。一粒一粒の砂の塊が兵士の血を粘着剤に大きく固まっていく。一粒一粒の砂を東亜住民とすれば、結局アジアの住民たちは皇軍兵士の血のりによってのみ、団結し独立を勝ち取ることができるのであろうか。というね、冒頭です。キャッチって言いますね。よくもまあこんなにね、連載で3年間かかった分ですがね、年に4回連載で3年間かかってこんなになりましたそれからね、私が天然社から出した最初の本ね、大東亜戦争の開戦目的はアジア解放だったというね、そういう、あの本です。2017年の11月に出版になったものでね、Amazon ランキングでも本全体ですよね、Amazon の本何十万冊、100万冊超えるのかな、その中でも、瞬間風速2位に入った。1位はアイドルものだったアイドルの写真集だったって。2位はアンヌ君の本だったっていうのがあって、その後、太平洋アジア太平洋戦争部門ではね、しばらく1位を続けてました。それであれは何釣りまで行ったのかな、3釣りまで行ったのかな、まあ3釣りってあったね、そう2釣り目が2000部だったっていう話だったから、まあ 4,5 千部は印刷したことようですね。でそれをね、今回ね、天然社さんの許可いただきましてね、天然社さんの方で電子本化してくださいました。Kindle 版ですね。ですから Amazon には紙の本の本の紹介と、電子本 Kindle の、ね、紹介2つもうすでに今日から載っておりまして、3月1日に、Kindle 版発売ということですから、あと3時間ですか、ですね、3時間で12時、今日の深夜12時過ぎたら Amazon の方で自動配信になると思いますが、ぜひね、海外に住んでおられる在留邦人の皆様方がからね、電子本化してほしいという要望が強く来てたんですよ、当時ですね。それで今回皆様方から、ね、もらってるっていうか払わしてる授業料の方からね、Kindle 化費用捻出しましたんでね、まあ良、まあ、かったなということだね。それと、今後もですね、今日は天然社さんの方から新岩さんから連絡がありましたんで、もう近々乗りますよというのがね、すぐ次の本の Kindle 化、今度はですね、アジアを解放した大東亜戦争、連合軍は東亜大陸でボロ負けしてたってやつですね、あれを第2弾として Kindle 化しますんで、もう今週から作業にかかると思います、かかってくれると思いますね。ですからまあやはり2週間くらいかかりますね、一冊の本を Kindle 化するっていうことはね。でそれが終わりましたら、今度はですね、春ノートですね、春ノート、これを Kindle 化します。でそれが終わりましたら、今度は小説本ですね、哀愁のニューイングランドですね、こちらの方も Kindle 化順次していきます。すべてね、今まで天然社さんから出した本はすべて Kindle 化しますので、どうぞね。まあお値段もね、多少安いですね、やはり紙の本の8割という相場になるそうです、 Kindle 化すると。ですから1200円になってましたね、今日もね。本当は紙の本の発売と同時にね、Kindle 化もすればいいんですがね、
ですから今回この本は今原稿になっているね、このマリコとタカシのアジアの解放ですが、これは、できる限り最初からもう Kindle と紙本両方発売という形にしたいと思っております。これ読んでみますとね、本当に流れが、いや、まあ自分で言うのも変だけど流れが良くてね、流れちゃ一気に読んでいきますよ。そしてで一気に読んだ上で、まあ一晩で読む人は一晩で読んじゃうでしょうね。まあ早い人は 2,3 時間で読んじゃうんじゃないかな。で、読み終わった後に、あ、なんだそういうことだったのかと、あの大東亜戦争は、要するにただのアジア解放戦争じゃんかとか、ただのその上位じゃねえかとかね、そういう理解が最後に残る仕立てとなっておりますんで、皆さんね、どうぞ読みたい人は読みなさい、読ませてあげるよ、ね、読んでくれとは私言わんし、ね、言いませんから、勉強したい人は読みなさい、ね、したくない人は読まなくていいから、そんなやつらはね、そういうやつはそのまま死んできゃいいから、なんもな、鬼塚来ましたね。博士皆さんこんばんは。滋賀県からです。よろしくお願いします。畑中くんね、私があまりにも頼りなかったから博士が疲れてしまったのではないでしょうかって言うけど。そうだね。話のテンポっていうのが、あるんですよね。その辺、例えば漫談師なんかはね、すごくテンポよく2人で、ポケとツッコミで話し込んでいくでしょ。で、リズムがあるでしょ。ね。だからね、それがやはり、そっちの方が楽なんですよね。でも、まあ、そこまでちょっとリズムができてないっていうこととね、会話のね、掛け合いのね、リズムがないっていうことですよね。あと、どこまでの基礎知識を持っているのかということが推し量れないということあるよね。まだ1回目2回目だからね、まあある程度どの程度の基礎知識を持っているのかなということが分かれば、それに合わせる問答をしていくんですけどね、私もね、それがまだ分からないっていうのがあるでしょうね。だからところどころ、例えば畑中君はこんなこと知ってるよなと思って話題をこう振ってみると、実は知らないとかさ、こいつに俺は説明すぎゃダメなのとか逆にね、これは知らんだろうと思って話題振ってみたら知ってたりね、まあ、そういうことだよね。そのたんびにこうちょっと話題が使えるっていう、その間に修正しない、話の修正しなきゃならんっていうのが、やはり疲れる原因かもしれないけど、まあこれもでも慣れなんだけどね、まあどうしても疲れるようならちょっと時間短くして、した方がいいかなと思ってますね。どうしてもこのね、アジア解放論を話し合うとネタにすると、またこのね、鬼塚とかさ、このチャット欄のね塾生たちもノリに乗っちゃってついつい2時間超えちゃうもんね。まあ、またおいおい考えていきましょう、どうするかね。それからね、私もしばらくこの通り、これの製本会に入らなきゃダメで、単行本会ね、これをさらにまたまだこれかこ、まあほぼ完成してんですがね、これまだシンガポール陥落のその2をね、執筆選挙だなんていうことと、一箇所ね、ちょっと付け足さなきゃダメなとこ出て、冒頭でね、この従軍看護師看護婦マリコのね、そのをもうちょっと早めから登場させないとね、これはね、ちょっと後半から登場なんですよ、マリコちゃんね。ですからもう前半の4分の1ぐらいで登場させないと、読者ちょっとね、男女の絡みの大好きな読者は飽きてしまうかもしれないね。まあ、いるからね、そういうやつね、男女関係大好きなやつね私嫌いなんですけどね、そういうの。でも仕方ないから書きますけどね。
というわけでね、ちょっとこの他の人のね、今まではいろいろと他の人からね、ちょっとチェックしてくださいとか、他の人から動画のね、台本チェックお願いしますとか、論文チェックお願いしますとかっていう、そういうことは受けてきたんですがね、もうちょっと今後無理ですね、と思います。で、そちらの方はね、もう今までね、関わった人をね、各自どうぞ独自にやっていってください。私の方では、もうちょっとね、自分のことで精一杯で、しばらくね、そちらから離れたいと思うんですよね。うん、もうね、独自にね、動画配信に続けている人もいるようだし、もう独自にやっていってください。一応渡りはつけましたからね、うん、ということにしましょう。今日はね、久しぶりにラジオノスタルジアにファックスが来てました。この人は、ラジオでね、聞いておられるラジオファンの人ですね。ラジオネーム多号作です。私はラジノス開局以来のヘビーリスナーで、先日北洋銀行に、ラジオネーム多号作名義で授業料を振り込みました。視力の衰えとともに読書が億劫になった分、博士の独創的な講義は貴重な耳学問の場となっておりますが、昨今の盛り上がりはかつて丸々玉を相手にぼやいていた当時と比べ覚醒の感がありますね。天与の使命とはいえ、ギランバレーのお試しですかにもめげず孤軍奮闘されてこられた生き様には敬服するばかりですが、長年の拝聴にもかかわらず、私はさっぱり進歩しない、札幌学府ではなくてさっぱり学派の多語作ですと。嫌なら聞くなが夜9時スタートになって以来、拝聴はもっぱら土日の再放送ですが、平日は趣味の良い音楽を楽しんでおります。特にジェットストリーム路線のイージーリスニングやジャズボーカルがお気に入りですが、残念なのは合間に日本の歌が入ることで、シナトラの後に幼稚なアイドルの曲が流れてくると、一旦他局に緊急避難せざるを得ませんと。ポルトガルの学生合唱団、コロド・モーツァルトですか、これは。ご存知ですかっていうね、学生サークルのレベルを超えた素晴らしいコーラスですよ。音楽ファンなんですね。まあこういうですね、こんな音楽かけてほしいとかいう話はよくラジオ局ですから来るんですがね。そしてまた、今ラジオスではパーソナリティは私とね、DJ ラッタと2人しかいないんですがね、まあ、DJ ラッタの方は番組名が屋根裏の蓄音機といいまして、昔の懐かしい昭和の歌ばかりかけるというそういう趣旨にしているわけですね。なのですがね、まあ、いろんな人が聴いてるから、その特定の曲ばかりかけるわけにいかないんですよね。特に例えばアイドルの日本のね、 J-POP 系の曲とか、ああいう曲になるとね、特に80年代70年代80年代の J-POP 系になりますと、今年齢的にまあ私と同じような60から70代の人たち、もうね、思い入れが相当強いものがあってね、かけてほしいという要望もきますね。だから無下にね、その
うん、そちらの方もね、切り捨てるっていうわけにもいかないんですね。だからまあまんべんなくかけようかっていうことになるわけですがね。だから、うん、まあ、ジャズ好きのリスナーはジャズばっかりかけてほしいって言うんだよね。24時間ジャズかけてほしいんだって言うんですよ。もういつチャンネル電源入れてもラジオの電源入れてもあのジャズしか聞こえないようにしてほしいんだとかね。でもね、ここのラジオ局っていうのはご存知の通りね、今ラジオネーム多豪作氏も、授業料というか受信料を入れてくれたようですが、まあ、いろんな人が受信料というか寄付金出してくれて成り立ってるわけですね。スポンサーは入れないんですけどもね。でもその分ね、やはりね、いろんな人の音がかけざるを得なくなるんですよ。受信料を払ってもらってる、いわゆる授業料とか寄付金とか言ってますが、それ払ってもらってる人がからも要望あるわけよね。今もありましたでしょ、多忙作はそうでしょ、ジャズばっかりか、ジャズとかそういうのかけてほしいって言ってますが、実はまた音楽の好みは私と同じなんですよ。これエイジリスニングとかね、イージーなジャズとかね、そういうのが好きだっていうのはね、趣味は、それからラテンとかボサノバが好きだっていうのはね、もう全く同じなんですよ。私の個人的趣味は、音楽の趣味はね。でも私も好きでね、アイドルものかけてるんじゃないんですよ。ここ5、勘違いなさらないようにしてほしいんですがね、私もあんなもん聞きたくないんですよ。でもね、寄付金出してくれてる人の中に、あれも入れてくれっていう人いるわけよ。嫌だって言ったら寄付金止まるかもしれないんで、まあ、そこはまあ我慢して聞いてやってくださいよ、このラジオね。西島です。奈良県大和高田市の西島です。博士皆さんこんばんは。こうもよろしくお願いします。こうもって書いてある、勉強させていただきます。吉弘、広瀬先生どうも。博士で皆さんこんばんは。大分からです。よろしくお願いします。最近ニューヨークの監督はウクライナについてコメントを期待しておるのですがって、ちょっとね、いろいろありましてね。ちょっとコメント欄とかチャット欄の方はね、遠慮してもらうことにしました。まあ、ちょっとね、いろいろありまして、詳しくはね、まあ、メッセージ欄ででも後で、送りますかね。まあ聞かない方がいいと思います。まあよくあるんですよ、こう趣旨から外れていくっていうね。慣れれば慣れるほど、懐けば懐けるほど、こう本来の札幌学派の趣旨からこうどん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 外れていくという、そういう人もいるんですよね。それは仕方ないんだよね、別にね。お金いただいてるわけじゃないしね。今日もね、ずっとね、眠ってましたね。午前、時々ヘルパーさんが来たんで、ヘルパーさんが来てる時はちょっと起きてましたけど、そのヘルパー帰ったらすぐ寝て、また。で、午後になって、今日は何も、誰も来ないな、午後はと思って、番組までゆっくり寝れるぞと思ったら、3時半に、訪問歯科の女医歯科、歯科の先生いらっしゃいまし、来てきましてね、この入れ歯の状態をね、1ヶ月経って入れ歯の状態どうですかという、その最終チェックに来てくれました。ちょっとこの歯のね、左の奥歯の上がね、ちょっと歯周ポケットがあるってね、言ってましたんで、まあ、歯磨き回数増やすことと、歯周病予防薬のね、この
まあこれでもこれ歯医者の先生もいいって言ってましたね、この、小林製薬の商業の軟膏の方ですね、これは歯間ブラシで歯と歯の間に吸い込みますとね、非常にこれね効きますよ。今までもその歯槽膿漏の薬っていろいろありましたけどね、これが一番ですね。一発で一回塗ったら出血止まりますね。何回も1日3回塗ったら本当にね治ってしまいますね歯医者さん儲からなくなるよね、そんなこと やられたらね。でもこれいいですよ皆さん、安野くん推薦です。あれ今日ね俺朝鮮人参飲まないとね、でも訪問医の先生なんかも再開していいよって言う。広瀬先生ね、3月号の国の先森ぜひ読んでやってください。山木君がねガダルカナルの既存の、作戦報告全部ねちゃぶ台返ししてますから得意の山木得意のちゃぶ台返しね今はこの炭鉱文化をね最優先でとにかく完成して、そしてさらにねこの間から課題になっておりましたね、札幌学派の新しい、テーマですね、日本国学と大東亜戦争の連関についての研究ですね。この大きなテーマが私の目の前に花岡清舟記念病院に入院したらなぜかそれが出てまいりまして、もう本当にねちょっとねその他のことに他の人のねいろんな札幌学派各地と活動にねちょっと札幌学派の広報活動に協力できる状況じゃないくなったと思いましたし、まあ、ある意味そちら、まあ、そちらの方のね広報や活動の方の専門家であるね小島さんですよね、小島さんの方と大きなつながりができておりますから、まあ、その分私はその広報活動からは救われるということになりましたね。これはね畑中君もそういう意見だったね、もう小島さんのねグループが学生時代の仲間としてね再会して復活したんならもうそちらに任せていいんで任せてもいいですよってね、アクセスねアクセス100とか200しかいかないようなそういう人にいくらね力添えしてもね本当にただのもうなんちゅうんですか言葉だったよね、ぬかに釘っていうか砂をこぐっていうか、ね、なんちゅうんだろう、まあ、そんなことしかならんというわけですね。了解です。山木さんの発見素晴らしいですね。いや本当にね
あの執念ね。ガダルカナルの砂浜に日本兵の死体が転がったり砂に半分埋まってるような写真をね、あれは普通私もそうだけど、あ、こんな風に日本兵が犠牲になったんだで終わっちゃうんですが、それはね、この死体はこっから運んできたやつだとかね、ゲートルも開いてないのになんで日本兵と一緒に転がってんだとかね、見栄えを良くするためにこの死体はあのね、あのひっくり返したとかね、そんなことまで、ね、それからこの死体は日本兵の死体じゃないと、これは絶対アメリカ兵の白人の死体だとか、ね、もうね、そんなことまでかあの分析したやついませんよ今まで日本人で。第一、まああまり日本人っていうのはそういう遺体の写真っていうのはね、あまりにもその関わりたくないっていうところがありますよね。やはり遺体は仏ですからね、そんなことをいちいち、まあ、警察ならね検視でやるでしょうけども、普通の日本人が遺体をその検視するっていうか、ね、いや山木あれ検視してるようなもんだもんね、あるね。で要するにそのアメリカ軍が当時ね、日本兵の遺体写真とか撮ってるけども、あれは全部要するにプロパガンダなんだと、ね、日本がいかに弱いかっていうことを演出するため、アメリカ陸軍がいかに強いかっていうことを演出するためにね、死体を移動したりね、ひっくり返したりね、うん、でなんでそこにアメリカ兵の遺体もあるんだ、やはりそれは回収できなかったんでしょうね、もうあまりにも損壊がひどくてね、出ないのかとかね、あるいは忘れたとかね。アメリカ人は人種のるつぼの国だから、日本軍にもアメリカ白人の日本兵がいてもおかしくないのかななんて思ったとかね。いや本当、それと第一次ソロモン海戦のね話ね、あれも本当に大嘘が戦後まかり取ってますよ、三河艦隊っていうやつですかね。まあ詳しくはね言っちゃうとね、やっぱりまずいから。山木君はね、一般公開はしないんです。私にしか送ってこないんですよね、うん、で私の方でそれを見て、いやこれはこういうふうに使ったらいいねとかそういう指導はしてますがね、でこれも山木君に関してはまさに学級の徒でありますからね、広報部隊ではないんで学級の徒なんで、これは連携してこれからもやっていきます。あとね、いつもの通りウクライナの話になりますね。今回のね、ウクライナ戦争のマスコミメディア報道っていうのはね、非常に大きなね、ヒントを与えてくれますね。それはね、いかにしていわゆる戦況報告というもののプロパガンダが出来上がっていくのかという過程ですね。まあ BBC と CNN しかね、このウクライナの戦況を24時間放送やってるところはないものですから、そればっかり見てるんですがね、あの BBC ですらね、ウクライナ軍のが勝っている、ソ連軍、ロシア軍が負けちゃっている画像っていうのはね、動画ってあんまり映さないんですよ。いまだにね、圧倒的なロシア軍がウクライナを屈服させるのではないかと、危惧しているということを言うんですね。で、それをね、言うということはね、ロシア側の方からの取材ができないということなんですね。ロシア側は西側の記者が
ジャーナリストが撮影に入ることを禁止してると思いますね。だからそこの情報が入ってこないんですよ。現地ロシア軍の情報ですよね、動画ですよね。逆にロシア国内の各都市の反戦デモなんかは、国内にいるBBC や、そのね、ネット情報ネットから入ってくるんですけどもね、ウクライナの最前線でロシア軍がどんな損害を被ってどんな戦いしているのかという、そういう画像が全くほぼ入ってこないですね。でそうしますと、そういう報道ができないものだから、あのロシア軍の損害は不明ですとかね、ロシア軍の発表によればね、まあ勝ち戦しか言わないわけだからね、ロシア軍はそれを報道しちゃう。でウクライナの方はあの西側のジャーナリスト入れてますから、でその一番安全な記者が取材するのに一番安全なところ、すなわちそれは難民センターとかね難民が移動してるところとか、ね、それはまあ爆撃も何もされないでしょうから安全なんですね。だから安易にそこばっかり取材すると、そうすると BBC に入ってくる動画フィルムネタは全部もう難民センターのやつらばかりで、そればっかり映してると、なんかまるでもうポーランドは、いやウクライナはもう負け戦の連続で、もうね、いつかやはり占領されるんだろうという、そういう誤解を招きますよね。でそういう時には、この難民が多いからといって映像を映してるけども、だからといってウクライナ軍がロシア軍に負けてるわけではありませんよと、ね、まだキエフも落ちてないし、ハリコフも、ね、ハリコフのウクライナ軍はロシア軍を、押し返しちゃったしね、ということをちゃんと言えばいいんだけど、それも言わないで、ただ難民だ難民だって言ってるのね。でこうなってくると、こういうことが意図してプロパガンダやってんじゃないんですよね。ただそういうネタしか入ってこないから報道してんだけども、だんだん見る方にすると、いやウクライナ軍不利なんだなって、もうこれはダメだなもうなんてね、やっぱり思っちゃうよね。これも一つのね、その戦争報道においてプロパガンダが結果的にプロパガンダになっちゃうという一つの結果なんだなというふうにね、私は感じる今日この頃でありました。うん、すごいですよね。で TikTok の方にはね、たくさん出てますよ。ウクライナ軍にやられたソ連軍の戦車とかね、そんなのたくさん出てますよ TikTok にはね。でこれはなぜかというとね、 TikTok はね、何でもいいんですよ、出すんですよあそこは節操ないんですよ。だから投稿されたものはみんなで乗っちゃうんですよね、 TikTok はね。だからですよ。ところがああいう BBC とかああいうところは本当かどうかを検証してない限り報道しないんですよね。それがフェイクであるかないかをね、検証しないとダメ で YouTube もそうなんですよね。 YouTube だって嘘ばっかりね、フェイクばっかり のウクライナ戦争の動画上げたらね、アカウント停止になってしまいますから、真偽がはっきりしないものは載せない。 Facebook もそうですね。ですからね、今はね TikTok が一番ですね。すごい、もうロシア軍の車列がね、もう1キロ何百メートルとか 何十台のトラックがもう丸焼けになっていてね、運転席ではロシア兵がタンカラになってる写真とかね、だから動画とかね、たくさん載っててね、TikTok は大変現地の状況を知るのには役に立ってますわ。長さ3キロ、4キロの、車列ね、ロシア軍の車列が今、キエフへ向かって南下してるとかっていうのを、ね、出してましたよね。でこれがキエフに着いたら、もうキエフはやはり耐えられないだろうとかってやってるんだけども、しかし TikTok 見るとね、その車列ね、
キエフから20キロぐらいのところでね、全滅させられたって出てるんだよね。あのジャベリン、ロケット砲のジャベリンでね、もう全部ね、もうあれだってさ、丸焼けにされてる。すごいね、あのジャベリンっていうあのバズーカロケットはね、命中率 90% なんだってね。それで一度照準つけてボンとこれだと思って覚えさせて、照準つけてこの車両だぞと覚えさせて、引き金引けばボンと出てって、あとは自動でその車両 に向かっていくんだって、記憶するんだって、その車両の形を記憶しちゃって、 AI が判断するんだっで、ウクライナの若い兵隊が2人ジャベリン持ってね、こいつが最高だとかってなんかはしゃいでる動画も載ってたりねしました。これでロシア軍全部やっつけてやるF4F です。皆さんこんばんは。愛知県から拝聴しています。春先の東ヨーロッパは地面がぬかるんで、ナチスドイツの戦車部隊がそうでした。ロシア軍もそれを分かっているので、お行儀よく舗装道路を行軍してしまいます。対戦車ミサイルの格好の標的となり、ロシア兵が不憫ですね、と、まあ、そういうことなんですね。で、ウクライナ軍は今ね、4500人の、ウクライナの発表ではロシア兵4500人がね、戦死してると。そしてその遺体が放置してあるっていうんですよ。でこれもね、ウクライナから言わせるとね、いや、ロシア軍はその遺体を回収しないっていうんですね。すごい軍隊だ。それでね、ウクライナとしては遺体をね、ロシアに送り返したいんだけど、まず受け取らないよね、ロシアはね。それなぜかというとね、遺体が送り返されるとね、遺族たちが騒ぎ出すんですよ。こんな戦争やめろって。だからなんですね。それで、じゃあその遺体どうするのかさ、もう4、5日経ってるわけですからね、5日目、6日目ですか、もう腐敗してきますからね、穴掘って埋めるかなんかしないとダメだよね、墓場作ってね。まあ、そうしないと野犬の餌になっちゃったりね、イノシシの餌になっちゃったりするからね。まあ、それどうするのかね。それでウクライナ軍の方は、リスト、遺体に鑑識のこの番号とか名前ついてるでしょ、兵隊のね、いちいちね、あれを見て今リストを作ってネットで公表するそうです。でそれをロシア人ね、親や兄弟は兵隊に行ったけども、音沙汰なくなっちゃったっていう心配してる親は、そのリストを見ればね、自分の息子が戦死したかどうか分かるようにする作業を今進めてるそうです。まあそれによってロシア国内でのね、反戦運動を盛り上げてほしいということですよね、うん。それからロシアの参謀総長があまりのこの作戦のね、ずさんさにプーチンが怒っちゃって、更迭したという噂が出てますね。まさかロケット砲ジャベリンとスティンガー対空ミサイルにここまでやられるとはね、プーチンさんも知らなかったでしょうね。だから参謀総長がいい話ばっかりプーチンに吹き込んでたんですよ。だって私言ってたでしょ、始まる前からジャベリンにやられちゃうぞって。言ってましたよね、ジャベリンとスティンガーにロシア軍なんかもうやられちゃうぞって。草むらやね、林に隠れてたカムフラージュ偽装をやってね、草むらと分かんないような偽装をやってるウクライナ兵がいきなりジャベリン担いで発射したら、もう手の施しようないもんね、命中率 94% だっちゅうんだからね。まあ実際それが街道筋で起きてるそうです。その動画写真も載ってます。 TikTok の方がいいですよ、見るならね。
あのハリコフとかね、ああいう郊外に来たロシア軍が行列ね、隊列っていうか車列を組んで街の真ん中に入っていくんですけどもね、その動画も、まあ、BBC なんかでもそれはやってますが、あのまま入っていったらね、まさにもう市街戦でのジャベリンの目標になってしますよね。標的にしかならんですよ、あれ。あれ車列ってのは、私もあの今回のね、マレー半島の戦いの小説に書いてますが、戦闘車両をね、破壊してしまうとね、後続がもう立ち往生するんですよね。で、その後はもう後続車両を狙い撃ちしていくんですよ。それと戦闘車両と後続の一番後続車両両方やっつけられると、中にいる車両はもう逃げ場なくなってしまうんで、そういう方法も使うんですよね。戦車が完全にひっくり返ってる写真もありましたね。あれは何でしょうね。まあ普通の対戦車地雷であそこまで戦車ひっくり返すほどの威力はないと思うんですよね。日本軍がやったように対戦車地雷の下に250キロ爆弾を置いとけばね、戦車空中舞い上がるっていうけどね。実際に硫黄島や沖縄ではそれやってアメリカ軍の戦車だいぶ やっつけたそうなんですが、あれはちょっと不思議だったね。どうやってあれ、ソ連の T-80 戦車が完全にひっくり返ってね、いるのかね。あとね、燃料切れで止まっちゃってるロシアの戦車、装甲車が結構映ってますよ。で、実際ね、ロシア軍燃料切れになってるんですね、今ね。補給が届かないんですよ。全部その補給路をウクライナ軍のジャベリンミサイルでやっつけられてるもんだから。で、かといって空から燃料補給、食料補給ができるかというと、それもね、なかなかうまくいってないんですね、ロシア軍はね。飛行場は占拠したけど、飛行場だけ占拠してもダメなんですね。その当たり一体制圧しないとね。滑走路の反対側からスティンガーミサイル撃ち込んできたりしますからね、飛行機にね。だからね、なかなか大変ですわ、これね。よくあんな貧弱な装備でウクライナをね、占領できるなと考えたもんだなと私思いますよ。たった10万の軍隊で4300万の国を蹂躙できるなんてありえないですよ、そんなもん。しかも全員民兵でしょ。ロシアの装甲車に走ってきた装甲車にウクライナ人がもう何十もの、もうそれぞれの方向から火炎瓶投げつけて燃やしてる、装甲車燃やしてる動画もありましたよね。夜中に、夜ね。あれはちょっと真偽どうなるかわからんね。CG かもしれないけども。まあ、でもリアルな画像でしたね。素人が CG であそこまで作れないと思うんですよね。ちょっとテレビ見てみますか、 BBC でも。ウクライナの首都のキーウからです。5日間にわたるこの戦争を終わらせるための協議が行われています。
ベラルーシの国境近くでウクライナとロシア側の代表団が交渉を行っています。そしてこうした中戦いは続いています。ウクライナの大統領は今後24時間が重要な時だと話しています。そして EU に対し EU への加盟を求めています。ヨーロッパ連合に関しウクライナを特別な状況のもとを EU として受け入れることを求めています。 EU ですが4日間の外出禁止令が解除されました。そして地下から出て食料などを買い出しています。外出禁止令キエフの市内では解除になったということ、どうやってこんな状態になるんですか、これ。ロシア軍全然脅威になってないんでしょ、外出禁止令解除なんて言ったら。我々はロシアの人が嫌いなわけではありません。戦争が嫌いなんです。戦争を終わらせてほしい。だから入っていけないんですよ、ロシア軍が。もうしかももう息切れしちゃってるんですよ。影響でロシアの2日間で4500人がね、その車列とともに死んで戦死してるって言うんだから。またイギリスの2日でキエフは落ちるだろうなんてね、この BBC もアメリカの情報局も言ってたけど、私はそんなことねえよって言ってましたよね。持ちこたえるからって言ってたら言ってたけど、その通りになってるでしょ。2日間でなんと4500人もね、ロシア軍の、あの補給部隊とか前哨の空挺隊の部隊とかね、抹殺されちゃったって。4500だって、この遺体が散らかってんだっすわ。ロシア軍には早く遺体回収してくれってそれ今のこの停戦交渉の話題になってると思うよ。 BBC ニュースをお届けします。キーウからお届けします。昨夜また爆発があります。ロシアの侵攻から5日目となっています。もう5日目だ。この首都ですが300万人近くが暮らしています。そしてこの週末の長い外出禁止令が解除されました。そして今ウクライナのとベラルーシの国境近くでロシアとベラルーシの代表の協議が行われています。ウクライナのじゃあこのね協議が今ウクライナとベラルーシの国境でロシアが停戦協定協議を始めたって言うんだけど、これまとまらんですよ。あのなぜかというとね、もうねウクライナ側はもう強気ですよね。あのロシア軍撃退したわけですから、もう大体まあ7割6割から7割はもう撃退しちゃってるでしょ。だからこのままいけば今度さらに、アメリカやイギリスドイツからの武器援助とかいろんな物資が届くわけですよね。それから弾薬ね、弾ね、機関銃の弾、これが届くわけですから。 もちろんあのジャベリン入ってるしね、ジャベリン君入っちゃってるしさ、スティンガー君も入ってるし、もう全然もうウクライナはね、これもうねあれですよ、引きませんよ交渉で。だからあの即時停戦して ロシア軍は即刻撤退しろとね。で我が方は EU にも入るし NATO にも入るからなと。いや文句あんならいいよ、まだ戦闘続けてもってね。その前にあのお前んとこの遺体ちょっと回収して持ってけって持ってかないとこの野郎ひまわりの肥料にするぞとかってね。ウクライナでひまわりの肥料にするぞっていう話をね聞くと映画思い出しますね。映画ね、さてその映画は何という映画でしょう。今日の、クイズです。ウクライナ、場所はウクライナ、ひまわりですね。一面に広がるひまわり畑、そしてさて何という映画でしょうね。大変有名な映画ありますよね。第二次世界大戦を描いたものですけどね。ほらゼレンスキーなんか言ってる。男を挙げたよな、ゼレンスキー。生命、そして生活の質、そして民主主義が脅かされています。そのため EU に対し新しい条件のもとウクライナをすぐ EU に加盟させるように求めます。また侵略グループに対して本当にそうだよね。ウクライナがもう人心国人柱になって
EU 守ってるような話だもんね、これね。命を守ってください。本当にもう EU なんとかな、ロシア、ウクライナの、シェアやれよ、これ。ベラルーシ近くの国境、さて何でしょうね、その映画はね。畑中君映画得意だから分かるような、そうだ、畑中君から回答きました。映画ひまわりです、うん、主演は誰だったっけ、これも分かるよな。ソフィア・ローレンでしたかね。そうですね、あのソフィア・ローレンとイタリアの、マルチェロ・マストロヤンニですかね、兵隊役ね、恋人の、ね、兵隊がね。そして1970年日本初公開でしたね。悲しい映画だよね、これね。愛し合っててね、結婚して新婚のなのにね、旦那がすぐ兵隊に行っちゃ取られちゃって、ロシア戦線に送られてね、イタリア軍の兵隊なんだけども敗北して、捕虜にもならずっていうか、もう、雪原にね、もう転がってる、もう死体と勘違いされてて、捕虜にもう拾ってもらえなかったという、まあ捕虜になったら殺されてるからね、ロシアは捕虜を皆殺しにしちゃうからよかったんですがね、それを近所の農家の娘がね、まあ、当時はあれなんですね、あの男が足りなくて男がみんな戦死しちゃったからね、向こうがいないんですよ、当時農家が、ロシアの農家では。それで娘がそのまだ生きていると、死んでないとこいつって、凍傷にもうなってるやつをかかってるのを連れて帰って、家に連れて帰って看病して生き返って、でその娘と結婚しちゃうんだよね。リュドミラなんとかだリュドミラだ。そのこれもね、あのロシアを代表するあの女優ですよね、リュドミラ、なんとかマリンコもパレンコとかっていうやつ、なんちゅったかな、今出てきたのはリュドミラ。リュドミラ・サベリエワ、リュドミラ・サベリエワね、あのトルストイの映画ね、戦争と平和に主役もやってましたね、この人ね、すごい綺麗な人ですよね。そしてそのマルチェロ・マストロヤニはロシア人の夫としてね、定着しちゃうんですよね。まあこれが確かね、ウクライナだったと思いますよ、戦場はね、イタリア軍が派遣されたのはね。でウクライナに定着して家庭も持ち子供もできちゃったと。ところがイタリアで夫を待ってるソフィア・ローレンは、結局ね探しに出るんですよね、ロシアまで行くんですよ。そして見つけるんですね。だけど見つけたけども、他人の旦那になっちゃってるし、家庭も持ってるし、そしてまあ、とにかく悲しさのあまり、またイタリアに戻って、戻った後確かなんかグレるんだよね、うん。本当に悲しい映画だけども、定番だね、これ戦争のね。
この夫が他の女と嫌でも嫌々ながら再婚してしまってるとかね、そういったことありますよ。日本にもありましたよね。復員してきたら妻がね、戦死されたしたと思われていたもんだから、でも生きて帰ったのに妻が弟と一緒になってる、結婚されてたとかねそんなことよくあったんですよ、日本でもね、うん、実は私はちゃんと見ていませんよ。とにかくヘンリー・マンチーニの音楽が有名なので、漠然とした話だけは知っていました。うん、ヘンリー・マンチーニの、ね、音楽ね、そう、これは有名だね。本当哀愁漂うね、名曲ですね。割と畑中ちゃんと見てない映画多いよな、あんたの。昨日もなんか言ってたよな名前は知ってるけどまだ見てねえとか。それとね、これね、札幌学派っていうのはね、本当にこのね、広瀬先生のさっきの質問ですけどね、慣れてくるとね、慣れてくると社交の場と勘違いするやついるんですよ。社交の場として勘違いしてね、札幌学派の、まあ、会員というか、それ同士で連絡取り合ってね、 なんかね、もうゲートボールの団体、ね、グループみたいになっちゃうんですよ。でだからそこがね、やはりね、その私が言うね、その意識が低いなという、そこなんですね。そのゲートボールのね、老人クラブみたいなね、そんなね、あの状況になっちゃうことが多々あるんですね、慣れてくるとね。特にそういう確たる目標を持たない人っていうのかな、まあ、そこまで深刻に考えてない人でしょうね、まあ、ちょっと手伝ってあげようかなとか、ちょっと名前だけでもいいなとかね、なんか お国のためになるならそれはそれでいいんじゃないかみたいな程度だと、なんかお仲間ができちゃって そっちの方が楽しいやみたいな、ね、そういう風になるんですわ。これラジノスクラブもそうなんですよね。ラジノスクラブって昔もこの、ラジオネーム多方作がね、まあ、開局以来ずっと聞いてるからというから22年聞いてるんでしょうけど、その間にも何回もあるんですよ、このラジオスクラブでもね。ただのね、仲良しクラブになっちゃってね、もう本当にね、なんか分派活動みたいなこと始めるんですよ、うん、でこっちは目標違うでしょ、全然ね、お国を救うですから。そこでね、乖離していくんだよ、これね、だん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 こうやって乖離していくんですよ。で、そのグループね、仲良しクラブのグループはグループでね、もうそうなると思う、途中でやってると、もうやれてられないですよ。こっちの 目的は仲良しグループですから。なので、ね、社交の場ですから。親睦会ですから。札幌学派はあれですから。もう一貫して、東京裁判転覆ですからね。うん、もう大学で言えば、野球部と、正規の野球部と、ね、野球同好会の違いみたいな。だからね、そんな違いになってくるわけですね。そうするともう一緒にはやっていけないですよ。大学だってそうだよね。野球、正規の野球部と野球同好会、一緒には、ね、できないでしょう。一緒に訓練とかできないですよね、ゲームはね。それと同じですよ。うん、畑中、ちゃんと見れよ、お前、映画。本当に。映画そのものに、そうだね、映画音楽が大好きなのです。あ、映画音楽ね、いいね。うちにも映画音楽大全集ってのあるよ。かけてやるか、今度。さっきの田尾作さんも大好きなようだから。すごいタイトル出してるわ。スクイーズイングルシア。BBC の今のニュースタイトル、スクイーズイングロシア、ロシアを締め上げろってすごいねこんな時代になったんだね。いや、ロシアのルーブルがさ、ロシアルーブルが、35% を下落したって、この1日で、対ドルレートが。
もうなくなるんだよね、価値。でそれとね、日本のその評論家とかがまたワイドショーかなんかに出てきて、このね、スイフトからロシアを締め出したところでね、またロシアはロシアで逃げ場を、逃げ道を探すしね、そしてまた中国のそういうネットワークを使うだろうとか、あまり効果ないですよ、そんなものは、なんて、調子こいて言ってるやついたけどさ、あのワイドショーのコメンテーターでね、こんなね、アホね、なんで出すの、コメンテーターに。安野君出せばいいでしょ、リモートでいいから。ね、東京までの旅費出せとは言わん、リモートでいいから。一回出しなさい。コテンパンにやっつけてやるから、あいつら。それの実際にそのスイフトというね、銀行決済ネットワークを使えるかどうか、あるいは逃げ場はあるよとか、そんなレベルの話じゃないんですよ、これ。要するに、ロシア経済そのものが信用が失われるっていうことなんですよ。ね、ロシアと貿易したって金払ってもらえなくなるぞと。それでもあなたやりますか、ロシアとの貿易っていうことですよね。もうそうなったらどうなるかって、振り込みできなくなっちゃうんだから、どうなるかって言ったら、金の延べ板、延べ棒で現物でやるしかなくなるじゃないですか。ねえ、ロシアも、もうドル使え、事実上ドル使えないんだから、で誰もね、ルーブルで払ってくれなんていうやつはいないんだから、世界中に。ね、ドルやポンド、ね、ドル、ポンド、それとユーロ、それか円で払えでしょ、あるいはスイスフランでしょ。そしたらね、もう使えないですよね。もうスイスもね、資産凍結するとか言ってるね、ロシア人の資産凍結、スイスのスイス銀行やらざるを得ないでしょうね、スイスもね。でそうしますとね、あと金で現物支給金の延べ棒で買って毎日変で金の価格変動するからね、もうね、もう1グラム、ミリグラムまで天秤で測ってね、今日は何時の時点でこうだからこんだけだとか言ってね。そんなもんで、ね、もう貿易成り立たないですよ。さらに今度行くんでしょ、まだ。その銀行間ネットワークをからソ連、ロシアを外すだけじゃなくて、完全にドルの使用を禁止する。ロシアに対して。ドル決済全部禁止。それとか、ロシア国債を紙切れにする。発行できなくするか。紙切れにしたらロシア喜ぶからね。返済しなくていいって。まあでも、なんかいろいろあるんですわね、うん。それにしても、ウクライナもさ、ロシアも美人大国で、女性はすごい美人ばっかりだけど、本当に私はいつも言ってるでしょ。ね、女が綺麗なところは男が飲んだくれでね、ダメなんだって。ウクライナもそのね、両方の世界のナンバーワンを争う、ウクライナ美人大国を争うロシア、ベラルーシ、ウクライナがね、そういう状態に今戦になってるっていうことは、やはり私の予言は当たったな。アングロサクソン、何喋ってんだこいつ。バートリー特派員でした。ブルセルにいるパーカーギー特派に聞きます。ウクライナの大統領は EU がウクライナの EU 加盟国を促す、まあここでね、ウクライナが耐え忍んで勝ってしまえばね、これはもう NATO も EU も加入を認めざるを得ないでしょうね。一番 NATO らしい働きしたのがウクライナということになりますからね。通常は加盟するのに随分時間がかかります。
EU は先週末ウクライナ軍が一番 NATO に貢献したのがウクライナだもんね。武器について承認を行いました。ほぼ私の予言通りになってるね、今回の戦はね。そんなにウクライナ軍弱くない、ロシアが負けるだろう、2日でキエフが落ちることなんかないよと。キエフに行く海上筋でもうゲリラ戦で、ボロボロにされるから、ウクライナキエフの市民がもうね、民兵として再武装化してしまうと、もうキエフ占領なんか、ね、夢のまた夢になるという話とかね、いろいろしましたよね。なんでそういうふうに、ひとひねりでウクライナが負けるなんていう発想が出てくるんだっていう話も何度もしましたよね。バイデン大統領もスピーチをするんでしょうか。国連総会の緊急総会が開かれます。これは安全保障理事会、ロシアというソ連邦共産主義の、ね、残骸ですよね。これをまあぶつぶすにはいいチャンスですよね。これがね、潰さなきゃダメですよ。もうああいうね、ソビエトボルシェビキのね、息のかかったものがね、大統領なんかになっちゃダメだよ。プーチンのことだけどね、その方がいいよ、潰した方が。日本への影響になったら何があるんだったら、いや、カニが来なくなる程度のものしかないから。ロシアを阻害するためでしょう。またあわよくばね、もうソ連邦崩壊、またロシア連邦崩壊で、まあ北方問題解決の糸口が出てくるかもしれないね。するとチャイナさんへの警告ですよね。お前も好き勝手やってるとこうなるぞっていうことだ。チャイナな、台湾にちょっかい出したらこうなるぞということだね。台湾軍の方がウクライナ軍よりもさらに軍事力は確たるものを持ってますから、本当にひどいことになるよ、チャイナさんね。断絶というものを予想していなかったでしょう、ウクライナは。歴史を変えました。誰も褒めてくれないんだよね。私の予言がウクライナ戦争、予言全部当たってるでしょうと、こういうね、何度言ってもね、皆さんね、そうですねって、本当すごいですねとは言ってくれないんだよね。言いづらいのかい、それ。昨日は畑中に、そうだろう、お前って。ね、そしたら、そうですねって、一言だけしか言わなかったけどね。なんでよ。なんでお前ら褒めねえのよ、俺のことを。褒めろよ、この。予言当たってんだぞ。シミュレーターでない予言が当たったの、すごいだろ。シミュレーターは特殊な才能だから仕方ないけど。当たって当たり前だろうと言われるかもしれないけど。睡眠レーツに頼らずに予言を当てたんだぞ。ほらチャットに書いてこいよ、偉いね、イタカちゃんって。なぜか皆さんね、あの君を褒めることしない人多いですね。別れた女房もそうだったからね、母親もそうだしね。兄弟になったらもうひがみやっかみしかなかったしね。同じ兄弟ってのはそういうとこあるよね。あんた同じ兄弟なのに、なんで豊かだけ勉強できるんだとか、ね、いいとこみんな豊かに持っていかれたとか言って、バイ豊かちゃんのお姉ちゃんね、口コミをしてました。最近始まったものではありませんが、期待はされていません。ゼレンスキー大統領は停戦、そしてロシア軍の撤退を求めています。そうだよね、うん、停戦とロシア軍の撤退、完全撤退、遺体も片付けて持って、遺体も持って帰るだろうな、求められていたものです。あるいは畑に埋めろだろうな、ひまわりの種に、ひまわりの肥料にするか。撤退していません。絶対妥協しませんよ、もう。そして砲弾などはウクライナは、それと賠償だな、ロシアに対して賠償要求ですよ。当然ですよ、こんだけの損害与えられたんだから。近海でな、近海での賠償、あるいは現物、天然ガスとか石油での賠償ですね。例えば NATO の加盟、
畑中から、すみません、博士、博士の予想が当たるのが当たり前なので、当然だと思っているので、特にいいことないだろうと思ったのです。もう予言やめるぞ、この野郎、お前ら褒めてくれねえんだったら。中立的な姿勢を示すのならば、それはうまくいったかもしれません。ロシア軍、まあ、さっきほどの、ね、広瀬先生のまた返答になりますがね、例えば札幌核は10人がいて、10人がメンバーだよという人がいて、そのうちね3人でもその仲良しクラブ作っちゃって、そのね、あの方向性が そいつらだけ違うようになっちゃうとね、がんみたいなもんでね、蔓延し、またその蔓延してくるんですよ、また増えてくるんですよ。そういう、そっちの方が楽だから、ね、ゲートボールクラブの方がね、カラオケクラブとか、そっちの方がね、もう社交の場合になっちゃうとね、旅行クラブとかね、そんな風になっちゃうとね、もう大体ね、あのがもう札幌学派自体が内部から崩壊していくことになっちゃうんですよ。というのはね、その確たる信念を持っているその国士、というのは今私と山木君とあと古いね、まあ、動画も自分でやってる畑中君もそうだと思うし、それから他にもいるよね、あの何だっけ、あのギガ不足のやつサケばっかり買ってギガ買わないでいるからギガ不足のあの彼な鳥取県とかそういう長い人ね、もう大体ねそういう人以外はね、もう仲良しクラブでね勘違いしちゃうんだね、同好会だと勘違いしちゃうんですよ。で近所の老人クラブやなんかと同じだと思っちゃってるんだよね。だからそういうのはね、もう切り捨てるしかないんですよ。そういうふうにね、そういう現象見えたら、私は今までそうしてきたんでね、今回もそういうふうが、そういう流れが見えたんでね、うん、でもう関係者全員もう出て行ってもらうことにしました。最悪私と山木君だけでもいれば、残れば、このね、あの東京裁判の添付はあのやっていけますから、まあそこに小島さんも加わってきたわけですからね。やはり筋金入りが、でやっていかなきゃダメだということなんですね。今ね、そのモニター画面の方、こちらのねモニター画面の方にリュドミラ・サベリエワのその写真がさっき調べた時にね写ったんですよ。写ってそのままになってるんです、こうやってリュドミラさんがこれ。すごい美人だよね、リドミラさんね。それちょうどね、そして BBC の、 あのニュースネットもね、かけてるんです、こうやって。ね、そしたらさ、BBC の、 あの今左側にいるキャスターの人ね、この人はまあ綺麗だなと、でもまあリドミラには負けるなとかね、思いながらさ、でこの BBC の特派員っていうかな、現地報道員がいるんで映ってくんだけどね、まあ、それがちょっとねちょっと、まあ、リドミラさんとのコントラストがちょっとねありすぎました。いいねこれ、リドミラ、あサベリエワのね、これちょっとこれ映しとくかな、これここのモニターに、うん、当時のね、あのソ連邦時代のロシア人の女っていうのはね、美人産業っていうのがなかったんですね。だからあのこれはね、ロシア人の女の子から昔もう二十数年前 に聞いた話なんですがね、当時ロシアにはソ連にはですね、モデルさんとかね、要するに自分が美人であることを才能としてそれで金を稼ぐという商売はね、この女優しかなかったんだって。だからものすごい競争率でね、
しかもね、美人でやるだけじゃなくて演技もうまくて、でしょ、そういうのもあるからすごい、その他の能力も要求されるから、なかなかね、その、ただね、グラビアアイドルとかさ、あんなもんないんだよね。不謹慎だっつってね、シベリア送りにされるから、ね、グラビアアイドルみたいなことやったらね、そういうソ連邦だったんだそうですよ。だからね、ソ連邦崩壊してから、いわゆるモデルさんとか、ただ綺麗なだけが売りというね、そういう頭悪いけど綺麗なだけが売りという女性もパリこれに出れるようになったりね、そういうふうになったという話をしてましたね。バレリーナと女優しかなかったって。BBC のね、ホワイトハウスの特派員でね、いやこれがちょっとこのご瞑想はテレビに映さない方がいいんじゃないのって、まあ NHK のね、朝8時からやってる番組 BS でやってますよね、朝8時からやってます BS でね、世界のニュースキャッチとかっていうのがありましてね、キャッチ世界のトップニュースっていう番組が月曜から金曜日まで朝8時から NHK でやってるんですがね、これよく毎日録音して録画して私見てるんですけどね、なかなか内容はいいんですがね、ただね、なぜかね、女性アナウンサーと、NHK のね、この人はデスクの方ですね、デスクの、記者とか特派員とかやったり論説やってる女性ですよね、2人出てくるんですがね、まあもちろんそのアナウンサーの方はね、まあ、NHK の規定がありましてね、ブサイクは出すなというのがあるんですよ、はっきり言って、言い換えるとブスは出すなってこういう言い方するんだ、規定の文章に書いてあるそうですよ、視聴者に不愉快な思いをさせるようなか容姿の人は出すなっていうふうになってると。これ差別だよね。これなぜね、これ女性団体がね、女性差別だ、女性との差別だっつって騒がないのかね、私はこれも不思議でしょうね。騒ぐべきですよ。容姿に劣る女性はアナウンサーに使ってはならないと、そういう規定あるんだって。アナウンサーはだから皆さん NHK でも綺麗なんですが、まあまあそこそこなんですがね、このね、論説の、まあ、おばさん、これ私いつもタヌキって呼んでるんですよ、これね、こいつね、このタヌキさ、なんでこれテレビに出てくるの、これ 9%、まあ、つまりほとんどがですね、この今声で喋ってる人だけ、海底ケーブルを通じて行われているということで、もうまさに生活に欠かせないインフラとなっています。どうもね、さらに、ね、安全保障上の重要性も増していて、タヌキ出てるんだよ、朝8時から NHK は。メスのタヌキで、しがら焼きのタヌキとそっくりなんだ。太平洋島しょ国で通信インフラをヘルパーさんに、これタヌキに見えないこの人って言ったら、ヘルパーさん言われてみれば確かにそうだって、これこいつね。こいつ。この人。タヌキによく似てるでしょ。ね、タヌキ。あれや。やはりさすがだろう、畑中君、安野君は。まあ、やはりタヌキとアナウンサーの違い分かるんだぞ。というわけで今日はこの辺で この辺にしときますね。また明日9時過ぎにお会いしましょう。嫌なら聞くな、ラジオ学問上で本当に学問なんだね、これラジオ学問上です。嫌なら聞くなと言ってるわけですから、勝手に聞いた後に
文句言わないようにね、見たり聞いたりしたあなたの責任ですよね。それは自業自得っちゅうんだよ、そんなの。はい、それでは大事な話しないと。授業料振込口座で、授業料振込口座を言っときますんで、皆さんね、タゴサクさんが振り込んでくれたそうです。後で確認します。多少アイドルもの減らすかね。まあでも完全にはなくせない。やっぱりね、アイドルものが好きだっていう、特に80年代 J-POP とかね、昭和30年代の懐かしい曲が好きだっていう人がいましてね、まあアイドルっていうか、なんとか田原なんとかとかね、あのジャニーズ系かな、ジャニーズ系だなくすかジャニーズ系ね。授業料振込口座です。ゆうちょ銀行です。振替口座です。口座番号です。02770-984615。02770-984615です。そして北洋銀行東本店支店普通口座です。3572609。3572609ですね。口座名はラジノスクラブです。その他、ペイパル振込口座も書いてありますのでね、YouTube 解説欄を見てください。嫌なら聞くな、ラジオ学問所。この番組は、札幌語学派、ラジノスクラブ、有限会社東洋写真の提供で、札幌中島公園からお送りしました。